サラ・ストックは、カナダ・マニトバ州ウィニペグ出身の女子プロレスラー。メキシコ CMLL などで、ダークエンジェルのリングネームで活動しており、日本のスターダムにも参戦していた。米国、ティエネにいて、サリータとして活動した経験もあり。マニトバ大学まではキックボクシングをはじめ、サッカー、陸上競技、馬術などをこなす。 マルチアスリートであった。卒業後、地元でトレーニングを重ね、2002年2月22日に、ノースウエスト順州で、プロレスラーデビュー。カナダ、米国を転戦し、2003年より、メキシコのモンテレーに移住。マスクウーマンのダークエンジェルとなる。女子団体の LLF で10月17日にシンプリー、ルーシャスを下しジュブニル王座を獲得。 11月28日、ローでアリソン・デインジャーと対戦を破れる。12月には当時 WWE 参加だったオビューにも参戦2004年4月2日、プリンセスサス・ヘイとのマスカラコントラマスカラで破れマスクを剥がされた。イライス・ヘイとはライバル関係にあり、両者の対戦では流血戦も辞さない。直後にトリプル A に一席。 2004年の CMLL 女子部再会を機に移籍。2005年3月25日、プリンセサス兵を倒しフィル女子王座を奪取。9月9日、エリミネーションマッチを制して、空位の CMLL 世界女子王座挑戦権を獲得。16日の72周年大会で、マルセラと争うが王座ならず。2006年4月14日、 アマポラとのマスカラコントラカベジェラに勝利して、アマポラのマスクハギに成功。2009年9月26日、ルチャリブレフェスタにて、メキシコ遠征中の風光と、初タッグ結成。スヘイ闘牛、空相手に勝利を収める。2010年9月17日、アメリカ遠征中の栗原歩美、マルセラとのテクニカトリオで、アマポラ、シモダミマ。 プリンスサブランカと6人、タッグ3本勝負で対戦。2から1勝利を挙げる。CMLL 主催ボディビルディング選手権でも2006年に優勝、2012年まで優勝7度を果たしている。2015年8月26日、9月18日をもって CMLL 対談が発表された。2007年6月にシマー初参戦。 初代シマー王座決定トーナメントに出場し、シアリーダーメリサ、ミスシェフといったシマーの名にエベンターを撃破し、準決勝に進出するも、王者となるサラデルレイに敗れる。10月も続けて参戦し、デイジー・ヘイズにシングルで勝利した後、デルレイの王座に挑むがまたしても敗れる。2010年2月、シマーに再登場し、ミスシェフの持つ王座に挑戦。 しかしダッシュならず。翌日には、ニコル・マヒューズに勝利。2009年4月21日、ティエネ、ダークマッチで、オーサムコングに勝利。5月11日のティエネ・トゥデイにて、リングネームが、メキシコ人やラテン系を意識した、サリータに決まる。7月16日、インパクト、デビューを果たし、アリサ・フラッシュに勝利。その後、テイラー・ワイルドと組み、ティエネ、 ノックアウトタックチーム初代王座決定トーナメントに出場。PPV、ノーサレンダー内で行われた決勝に進出し、マディソン・レインベルベット・スカイ組を下し王座を獲得。11月15日の PPV、ターニングポイントでは、ワイルド、ティエネ女子ノックアウト王者、オドブと組、レイン、スカイとレイシー・フォン・エリックの、ザ・ビューティフル・ピープルを下した。 2010年1月4日のインパクトで浜田文子オーサムコング組に敗れティエネ王座喪失。7月1日ティエネでは初めてヒールターンしてワイルドに宣戦線布告。8日ワイルドと初シングルでピンフォールを奪い15日に今度ストリートファイトルールで対戦して連勝。10月よりインパクトにてベルベットスカイトの構想に突入し、 28日より2週連続で6人タッグとシングルで対戦。2011年1月、ティエネと2年契約を更新。メキシカンアメリカ2月10日のインパクトでロシータがサリータの10枚ギミックでティエネデビューし、そのデビュー戦はマディソン・レイン、タラも加わっての8人タッグであり、勝利。翌週にはトリプル A からティエネ復帰を果たした。 ヘルナンデスと決託3月13日の PPV、ビクトリーロードにてロシータと組んで、アンジェリーナラブウィンターが持つ、ノックアウトタッグ王座に挑戦して、ダッシュに成功。翌週のインパクトで3人のチーム名が、メキシカンアメリカと名付けられる。メキシカンアメリカは、ラブウィンター&、マット・モーガンに6人、タッグストリートファイトで対戦を破れる。 3月24日のインパクトでアナーキアが合流。翌週、ラブスカイ相手に初防衛、レインタラ相手に2度目の防衛にそれぞれ成功7月12日のインパクトレスリングで覆面を被り、ミステスメーカータラと対戦もタッグオーザー陥落。8月7日の PPV、ハードコアジャスティスと再戦も雪辱ならず。10月16日、 ティエネ最大の PPV イベント、バウンドフォーグローリーのプレショーにて、インクインクのトキシンにマスクを剥がされてしまう。翌月のターニングポイントで、アナーキアヘルナンデスと組み、インクインクとアナーキアヘルナンデスが持つ、ティエネ世界タッグチーム王座をかけて6人タッグで、対戦、トキシンからピンフォールを奪い、ベルトで殴った。 2012年3月22日のインパクトレスリングでロシータと共にエリック・ヤングオドブ相手にノックアウトタッグ王ザ・奪還を試みるが失敗4月15日の PPV ロックダウンにてスチールケージマッチでリマッチも帰り討ちに遭うその後アナーキアの対談とヘルナンデスのフェースターンのためメキシカン・アメリカは解散サリータもロシータと共に ティエネに出なくなり、2013年1月に、ティエネとの契約満了となった。2015年4月13日、WWE パフォーマンスセンターに1週間、限定トレーナーとして迎えられた。5月20日行われた、NXT テイクオーバー、アンストッパブルでは、同じカナダ人である、タイラー・ブリーズの入場シーンに登場。2005年10月に初来日、きっかけは、 メキシコ修行に出ていた野沢の目に留まり、エタシーズのエージェントだった、ロッシー・オ側に写真とプロフィールを持ち込んだことであった。来日初戦は10日の格闘日新木場大会での対、安倍幸江花名戦で、当時若手だった、花名から、キス・オブ・レスでフォールを奪った。日本では、格闘日を中心に11月まで参戦した。2009年2月22日、 風光の自主工業、風光祭で、約3年ぶりの来日を果たし、レイをタイガードライバーで仕留める。2010年4月にも来日して、ロッシー小川プロデュース、エストレージャジャパンに参加。スヘイと、身元勝負を戦い、勝利して復活した、スカイハイオブアルシオンを寄贈された。風光引退工業となる、風光祭ファイナルにもティグレフカとタッグを組む、予定だったが、 飛行機トラブルで来日が遅れたため不参加となり、レオンが代役となった。2012年3月4日、紫雷イオ5周年記念工業参戦のため2年ぶりに来日し、イオとタッグを組んで、高橋七江脇、沢美穂組と対戦。11日のスターダムにも初参戦を果たし、イオ星明有りと組脇沢&、松本博代&、 スサエリと6人タッグで対戦して、スサからレーネエラで勝利し、試合後には10周年セレモニーも行われた。8月より開幕するスターダムのシングルリーグ戦、スターダム5スター GP2012 にもエントリー。リーグ戦は勝ち点6で最終戦を迎えるが、夏季太陽に敗れ決勝を逃す。9月17日の新木場大会では、プラネットのスケットとして用と組み、 松本北条会議全力女子タッグと対戦。10月3日の青森大会で伊予と組んで、高橋秋沢組と再戦も引き分け。2013年3月、5ヶ月ぶりの来日を果たし、その初戦となった10日の高松大会にて、伊予相川ゆ月と組夏木与フォートラ安川アクトと6人タッグで対戦して、勝利で飾った。 3月17日の新木場大会では、ケリースケーターと組5チーム勝ち抜き戦の2試合目に登場して、スサエリーから、タイガードライバーでフォールするも、3試合目で、ケリーが、イオに破れ脱落。3月24日の大阪大会では4月29日の、両国国技館大会で、アルファ、フィーメルが持つワールドオブスターダム王座に挑戦する、権利をかけたトーナメントに、 エントリー、一回戦で、松本博夫を倒し、決勝で、パートナーの伊予と対戦も破れる。4月29日両国大会では、前王者、相川ゆずきが引退のため返上した、ワンダー・オブ・スター・ダム王座・オーザを、安川アクトと争い、勝利して白いベルトを獲得した。帰国直前の11月4日後楽園大会で、アクトに破れ王座間く。ロシータとティエネ。 ノックアウトタッグオーダー獲得。ありがとうございます。